それとね、簡単なインジケーターね、勝率今 63.462% で33勝19敗ですね。それでね、今このシグナルが出たんですね。でこれ今アラートユーロ JP はね、ここでねシグナルが出やで、ここ上がったんで勝ちですね。これね丸ね、勝ちそうですね、勝ちました。あ、またシグナル出たんで、今度下ですね、下どうでしょうかね。ねユーロセールって出たんだけど、月勝つかな。これはシグナル勝ったんですね。この切り替わりにまた落っこってきたね。でこれはね、このインジケーターはこのようにね設定値があるんですけど、この1個の設定値だけでね、この勝率のいいのはに合わせるんですね。でこのポジションなんかもねありますから、それを見てね、というそれだけなんだけど、さあこれ勝ったかな。まあ勝率 64.151% ですね。34勝19敗、非常に簡単。はい、勝ちましたね、こうね勝ちました。はい、またシグナルが出たんです。この上ですね、バイ上って出てますね。今3連勝こういう3つの1234、今のところ4連勝5連勝してるんですね。こう6連勝か、今のところ6連勝ね。MK4 の1分足でね、で1分バイナリーオプション用です。1分バイナリーオプション用ね、これがあれば少しは勝率稼げるでしょ。僕稼げてないけど、ちゃんとやればね。どうですか、5分でもできます。5分でも15分でもできますっていうのは、まだシグナルですね。これ勝ち 1,2,3,4,5,6,7 7連勝してますね、ここのとこね、7連勝してます。ここ 1,2,3,4,5,6 7連勝。さあ今度これどうかな。あ、今シグナル来たですね。今ここでね、取引するんですね。下にね、セールって。20時47分04秒とか。この設定値をね、入れるんです。だいたい、これに近辺ね。そしてね、この勝率がいい。今 62% だけど、そういうのを探すわけですね、設定値。いろいろ調整するとパーセンテージが変わりますから、ね。これはまずそうだね。はい、これ負けました。これ7連勝ぐらいしたんだけど負けましたね。今度下、ね、どうですか。でこれはね、5分でもできるんですよ。
で5分はこれ 55% から設定値いろいろ変えてね、これちょっと変える、5分の場合に6000の場合ね、これは2ぐらいかな、出しこうかなとね、こう設定値を、はい 65% って言ったね、これ5分のバイナルオプションね、ということですね。それでね、15分にすると15分のバイナルオプションね、いきますよ。今設定値調整してないからね、これもうちょっと広くするとね、これをじゃあこのぐらいにしておこうかな、これはちょっと広すぎてるね、だけど 100% でね、2つ出てですね、ここね、これは勝ってるんですね、だから2回しか出ないから面白くないでしょ、05かな、どうしようか、これは 35% ね、こういう置き方だとシグナルだと 35% ですよって、これは良くないね、これではこれは3勝2敗で60ね、そういうことですね、 60% ですね、これはね、丸丸丸バツバツね、参照に入ってくるね、ということですね。1時間でも対応してます、1時間にしてね、この時間足変えていると、この設定値変えますね、1時間だから。はい、75% 勝率、3勝1敗ですね。1時間のバイナルオプションだけ。ちょっと数を多くしたいから。1号目ですね。これ6勝7敗ですね。負けてますね、これ。まあ、こんな風にね、いろいろできるね、インジケーターですね。